お腹空いてるのかな。三日月でいいかい？気まぐれなやつだな。どうしたの？どこか具合が悪くて。は獣医じゃないから子猫の診察は受けられないので、この角を曲がると正面に見えるわ。はい、ありがとうございます。あれ、近くでペット用のケースを持った人を見かけなかった？ああ逃がさないよ。返してもらおうか。嘘だ。本当にあなたの猫ならそんな乱暴。まさかお前が。今度は逃がさない。返してほしけりゃ返してやる。ただしこの腹かす。もう大丈夫だよ。ネズミ、窃盗の容疑で逮捕する。証拠あんのかよ。子猫だ。尻尾を出したな。あんなちっちゃい子猫にひでえことすんな。許せない。ミカ、よかった。すっかり元気になったね。カズキいなくなっちゃった？うん。なんで？だって可愛がってたんだろ。ミカズキ、開けておくからいつでも遊びにおいでよ。君は本当に気まぐれだね。悪女、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 悪